韓国国際交流諸国協会金正恩大使からのご挨拶です。반갑습니다제28회국제서화예술전이꽃피고만물이생동하는좋은계절4월한국의부산전시회를시작으로5월에는일본의동경전을갖게됨을매우기쁘게생각합니다第28回国際昭和芸術展が花を咲かせて万物が成長する良い季節の4月、韓国のお産展示をはじめ、5月には日本の東京展を開くことになることをとても喜ばしく思います。특히지난해10월에는한국과일본두나라가공동으로신청한조선통신사가세계기록부산으로등재된뜻깊은해였습니다특히작년10월에는한국과일본両国が共同で申請した朝鮮通信誌が世界記録遺産に登録された意味深い年でした。1607年부터1811년까지약200년간12차례400여명이서울부산시모노세키오사카교토나고야도쿄에이르는왕복 4300km 의대장정을하면서양국에많은족적을남겼습니다이러한한일모두의큰성과라고생각합니다1607년부터1811년까지約200年間12回4500人余りがソウル、釜山、下関、大阪、京都、名古屋、東京に至る往復4300km の大長城を往復しながら両国に多くの足跡を残しました。これは日韓両国の大きな成果だと思います。올해도양국의우위를위하여참여해주신서화작가선생님들께고마움을전합니다이끈을놓지않고오래도록우호교류서로공감하며발전방안을모색하면서서화문화발전을위해노력합시다今年も両国の優位のために参加くださいました諸話作家の先生方々に感謝の気持ちをお伝えいたします。この絆を離さず長く友好交流しお互いに共感発展を模索しながら諸話文化の発展のために努力していきたいと思うところでございます。日本の国際서화예술협회시미저쇼코회장님을비롯한여러회원선생님올해도건강하시고협회가더욱발전하기를기원드리며본행사를위하여협조하여주신모든분들께감사의인사를올립니다日本の国際諸話芸術協会の清水商工会長をはじめ日本の先生方々は盛大なお元気で協会もさらに発展することをお祈り申し上げこういう点のために努力してくださいました皆様と長期間に本年を申し上げます。끝으로한국전에참석하신국제서화예술협회12분선생님환영합니다今から参加の11名方の日本の小林先生作家方歓迎いたします。감사합니다국제교류서도협회대장김종원ありがとうございました
다음